吉田さん、月収6000万、やっぱすごいですね。稼ぐ人って本当に山ほど出てくるんですけども、接点があるかないかっていうと、ほとんどありません。特に私はね、最近ね、稼げてない人との縁ばかりできるんですよ。まあ当たり前ですよね。だって、稼がせますって発信してるわけですから、もう稼いでますって人が来ることってのは、一体何なんだろうと思っちゃうわけですよ。まあ吉田さんは、稼げてる人からも、稼げてない人からも、人望ありということなんですよね、きっとね。で、私ね、ハワイに行った時に、私の塾生さんにお会いしたんですよ。現地ハワイにお住まいの方に。で、話を聞いてみると、これがね、一緒に歩くんですよ、ハワイの街並みを。そしたら、あそこに私の部屋がありまして、って言って、いろいろ話してくるんですよ。で、しばらく行ったら、あそこも私、前住んでたところがあるんです。ここは今でも持ってます。でも、全然帰ってませんとかって。ハワイのこの中心部に、いくつ部屋持ってるんですか？いや、全然大したことないですよ。日本人の方ほとんどここ持ってますから。私なんてほんとちょびっとです、みたいなこと言うわけですよ。とてもじゃないけども、どのぐらい稼いでるのか聞けませんでしたけども、その時にね、まあ、ちょっとしたドリンクをご馳走になったんですよ。当然、カード払い、ブラックでしたね。アメックスの。あ、桁が違うんだなと思いました。で、なんでね、速稼塾入ってくれたのかなと、やっぱ聞いたわけですよ。仮にも私稼がすための塾やってるんで、これ稼ぐ必要ないじゃないですかって言ったら、いや、稼がすための塾に入って私が久保さんの協力できるんじゃないかなと思ったんですよっていうふうに話してくださったんですよね。いや、非常にありがたい話なんだなと思いましたけども、すごいね、桁外れの稼ぎ方をしていて、どうしようもないところまで行ってるんだなと思いました。その後もね、しばらく話し込んだんですけども、よく時間作ってくれたなと思いましたね。本当にありがたかったなというところでございます。まあ、万田銀次郎の話をね、出されたのでもう一回言いますけども、お金を貸して返してもらえなかった、で、取り立てを厳しくやったら、兄貴ちょっとかわいそうなんちゃいますとか言ってね、公平が言ったら、もう何がかわいそうなんやと、金を貸して返してもらえん方がよっぽどかわいそうやみたいな当たり前なこと言ってて、なんか万田銀次郎の怖い顔がね、かわいそうだって、俺がかわいそうだっていうのがね、そこを笑えたなと思いましたね。いや、でも本当いくらでも稼ぐことができるんだなと思いますね、で、なんかね、その物の見方が変わるってやつですけども、野沢さんの2倍ですよ。なんて言いますかね、変わりますね、やっぱりね。どうやって自分が立ち振る舞っていくのかとかね。吉田さんの動画みたいですね、沖縄で、沖縄で隠居してるみたいです。沖縄で隠居、沖縄で隠居してる人じゃん。沖縄で隠居してる人いるらしいですよ、最近。エロサイト、まあでもその、ちょっとね、音声対談も対応するんですけど、いやいや、スーツを着てるのかによって、このスーツ、統一ですって言って、ね、このスーツの話で私思い出したんですよ。なんて言いますかね、サラリーマンやってる時にやっぱスーツで行くじゃないですか。なるべく安く、なるべくその中でもバラエティ豊かにと思ってたんですよ。だから2着目1000円みたいなスーツを見に行くわけですよね。つまりスーツ着たくて着るわけじゃなくて、サラリーマンとして仕方なく着る場合はなるべく安いの探しました。でも夜遊びするようになって、夜の街をね、徘徊するために、おちょっとスーツがいるなと思ったら、とてもじゃないけどもサラリーマンのスーツじゃかっこ悪いでしょ。だからオーダーメイドで作ったわけですよ。そしたらね、スーツがね、40万と60万で100万かかったんですよ、当時の金がない私が。それね、スーツ全部捨てたんですけども、その2着だけは取ってますね、まあ、やっぱりで、来ますね、やっぱりね。一つがね、竹内力モデルの、まさに、スーツなんですよ。これが、春秋仕様ですね。銀色のスーツです。すっげえやばい、ヤクザスーツです。それから、清水健太郎の冬用のスーツ。これもなかなかいかついです。肩なんてバリって出てね。これもかっこいいんですけどもね。こっちも高かったですね。いや、未だに大事にしますね。結局、1万2万で買ったスーツって何着持ってよって全部捨てたんですよ。でも40万60万で買ったその2着っていうのは未だに持ってますし、たまに着ますね。じゃあどっちがお買い得だったかというと、間違いなく一生着るスーツです。生地もいいですし、見栄えもいいし、でクリーニング出してもね、パリッと新品みたいに戻るんですよ。だからやっぱりいいものを長い付き合いで、人間も一緒ですね。いい人との付き合いは長くなるし、自分が悪い人だったら付き合いは長く持ってもらえないし、引きこもごもでございます。いってらっしゃい。